せていただきます。まずはじめに、さつきやゆきわかさんによる河内音頭です。演題は、原作川田清春、脚色中野忠宏の友林の牛の神社の歴史変遷を太鼓、さつきや新島三味線、さつきや夢若、ギター、さつきや二郎でよろしくお願いいたします。小仙座80周年記念奉祝祭、登録有形文化財登録奉祝祭ですね、お招きおめでとうございます。本日は、ここで、河内音頭というのをね、ご存知の方たくさんおられますけども、川田清春氏作、友の林宇治神社変遷の巻というのを河内音頭の一節に乗せて、しばらく務めさせていただきます。私、河内音頭、若輩者のさつきや一若一門のさつきや雪若と申します。しばらくのどね、お付き合いよろしくお願いいたします。ご存知のも日本一の民謡は河内の里で歌われて育てられたるこの音頭の河内音頭と申します。聞いてください、さつき節。私は未熟で弱敗でお気に入りメスより読めないけれど、ここに伺う一席は友の太鼓に乗せまして熱いラゴラも一生懸命に努めましょう。心あらめる、この土地は林村の宮山で、おとも林村地なる大の字のぞきにと宇治の御神社の登場が平安初期に遡る。あの遠藤際が流れる中世から江戸の時代も「うんうんうん」
金銭明治大正と時は流れて昭和時代となりました。なあおい、このお前朝日新聞の見出しちょっと見てみな。友林さんのこと書いてあるで。え、なんや、なんて書いてあるね。ええか、後輩から西の靖国神社に友林のうちの神社よみがえるって書いてあるわ。はあ、ほんまかいな。西の靖国神社としてその尊厳をたあが持つため陸上の肝入りで400坪の部屋が境内がなんと12,000坪、一の玉チャリ敷き締めさあ行けよと堀屋池おば堀屋が池おんば巡らせて大社としての尊厳保つが拡大しに西陣編に収まらずがかのアメリカとの海戦話が度重なりし立ち草が戦線辛く戦勝すくださいせい比喩を盛り上げてあまた愛さえ数知れずしかしながらも皆様へ恩と違うそのために次第に重なる負け戦が学徒出陣が始
商売繁盛町繁盛を悪い病気に
宝くように本日お越しの皆様と地域住民の幸せを友林の宇治の神社に掲げてこれにて失礼いたします。どうもお粗末でした。ご清聴ありがとうございました。